ただいまソーラー充電電力が 185W、 10時30分ですね、はい、ただいまの時刻31分。それで、こっちがですね、今充電状況が、200Ah に対して 188.6Ah、 ほぼ満タンなんですよね。うん、2台の平均が 94.3% ぐらいですので、うん、まあ、ほぼ満タン状態、うん、で、今日は疑似的に車中泊ではない、うん、一泊はできないから、まあ、アウトドアに出かけようと、そうそうそう、うん、ということですね。はい、はい、それでですね、今車のサブバッテリーからポータブル電源の方を充電してまして、で、さっき 88% だったんですけど、もう100になってました。うん、そこ30分ぐらいしか経ってないんですけど、うん、で、あとはあっちですね、冷蔵庫を今回してます。はい、冷蔵庫の設定温度は今何度？もう4度になったね。あ、4度にしたんだ、うん、4度にした。うん、じゃあこの状態で出発っていう感じですね。はい、ただいまの気温が33度。よし、その前にちょっとコーヒーを補充します。いつも使ってるタンブラーで。まあ、コーヒーはね、暑い時あんまり良くないんですけどね、うん、まあ、コーヒーとお茶を飲みながら、はい、よっしゃ、よっしゃ、行きましょう。今から釣り具店で糸を巻いてもらいます。うん、もうこれ糸がなかったからさ、うん、糸を付け替える。これエギング用の糸。うん、イチゴを買いました。Pラインのイチゴ。うん、しゃあ、今日のお昼ご飯を調達してきました。金のね、ハンバーグを買おうと思ったんだけど、金のハンバーグ400いくらするわけだからこのデミグラスハンバーグは1個が200円ぐらいだったんで、うん、で今ちょっとお腹空いたんで、もうね、時間は12時なんですよね。12時3分そう、だからデミグラスハンバーグはあっちに行ってからか、うん、海に行ってから食べます。ポテトサラダね。これもう今食べるよ、うん、今バッテリーは 199Ah、うん、まあ、さっきより増えましたね、うん、朝より、はい、完成なのか、うん、ここがいいよね。うん、これなかったから何でも使えるっす。めっちゃいい。Just lovers, cause under the covers, baby, you're showing me. Yeah.
わかんないけど、あ、今見えたかなって思ったけど、綺麗に見えてます。めっちゃ綺麗じゃん。どう？波な感じは。ちょっと降りてみる。いやでも結構あるよね、風が。すごい気持ちはいいんだけどな。ね、気持ちがいいね。気持ちいい。よし。ただいまの発電量80ワット、多分ほとんど充電されてるので、あの抑え気味だったの。1時27分クルリンパ1000円、うん、ずっと欲しかったんですよ。麦わら帽子と、あとエギも買ったね。うん、1秒ちょっと、1メーター沈下するのに約 3.5 秒、うん、だからまあ普通ぐらいかな。 2.5 コート迷ったんですけどね。今日はこれで釣りますよ、うん、釣ります。まあ昼間だけどね奇跡を起こします起こしたことないよ。こういうの初めてだ。うん、900円だったっけ。だったね。うん、じゃあそれじゃあ、まだお昼ご飯食べてないので、ただね、ちっちゃいミニ炊飯を買ったので、今日はこれでご飯を炊いていこうと思います。めっちゃ可愛いこの炊飯器。こんな感じですごいコンパクトです。早炊き20分って書いてなかったかな。2人分だから 1.5 合炊いておきたいと思います。これはもう 1.5 合炊きだから炊けてもちょうど2人ぐらいにはいいサイズですね。はい、洗ってきました。可愛すぎてなんかままごとしてるみたい本当に完了。じゃあ差し込んでフルーティーにつなぎます。このパネルを一回押して。どこ？パネル、あ、そう、うん、で右下の AC、はいはいはい、オン、オン、ついた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 、そうそう、はいはい、そういうことね。そうです。でもう多分早炊きとかないからもう炊飯ですね。で20分ってことだと思います。タグ取らないの？タグついたままだよ。風鈴代わりって言うかそうだね、うん、音はしないけどね、うん、いいかもいいかも。あの風とか確認もできるの、うん、どっち風っていううん、その麦わらいいよね、うん、熱くない？まだ影にいるからでしょうね、でしょうね、麦わら関係ないよねじゃあ行ってきて。はい、行ってきます。はい、何か釣れないかな。あ、一個発見、めっちゃいる。花やかちっちゃ。ほら見えるかな、あそこちっちゃいイカが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 めちゃくちゃいます。私もご飯が炊き上がるまで
こら辺をうろちょろしようかな。炊飯器がブーって言い出した。ブルーティーが動いてるとこですね。ただいまの時刻が13時50分で29度。ほんとね、涼しいです。車内にいてなおかつ長袖2枚着てるんですけど、全然暑さはあまりないですね。感じないです。よいしょ。ああ、やっぱ風があるから閉めよう。風の通りが良すぎて。風防を持ってきてるんですけど、一応も今だけは閉めておきます。お、あと3分だ。はい、あと3分ですね。もうご飯できる。途中でプラグが抜けててさ、プラグを差し直して待ってたんだけどさ、ここの炊飯のところがここで点滅してなかったわけ。今点滅してんだけど、それでもずーっと見ててさ、10分ぐらい経って、あ、もしかしてこれまだ炊飯されてないかもと思って押して、だからこんな時間になっちゃった。あ、そうなの。だからやっぱ20分ぐらいだね、出来上がるのは。はい、出来上がり。それでは中を見てみたいと思います。このしゃもじもね、一緒に付属されていたしゃもじです。オープン。おー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 、全然綺麗に炊けてる。あー、いい具合の硬さだ。はい、バッチリでした。ハンバーグも温まりましたね。はい、やっとご飯です。時刻は14時21分。ご飯にしましょう。めっちゃでかいイカがいた、あそこに。うわー、これかなー。本当にご飯が多くなったけど、しょうがありません。食べてもらいましょう。それいい。卵を乗す。で、この上からデミグラスソースをかける。飯テロやね。美味しそう。はい、出来上がり。できたよ。今日は淡麗グリーンラベルです。じゃあいただきます。はい、
冷えてる。冷えてる、美味しい。めっちゃうまい。うまそう。さっきね、売ってたかわかんないんですけど、結構大きいイカがいたんですよ。漁港の中の湾の中でね。でも見向きもせなかった。だから行ってもやっぱ食べないときは食べないんだよね。まあ、楽しくてよかった。はい、ただいまの時刻2時50分です。現在のソーラー充電電力は287ワットですね。かなり、それってどうなの？かなり発電されてるね。どのぐらい発電されてればいいの？マックスはね、175が2枚だから350系で、時間的に2時50分ということで、まあ、南中の時間は過ぎてるんですよね、日が一番高い時間は。っていうのを考えてもかなり充電されてます。なんで？まあ、水道ちょっと風が強くなってきた。うん、風裏に行くの。うん、さようなら。昼間は釣れないんだよ。ん？何？何？ちっちゃい魚の餌を食べてる。これ水道めっちゃ漏れてるの。何言ってるのか全然分かんなかった。本当だ、めっちゃ跳ねてるよ。何回？お、199.4 アンペア。うん、もうほぼ満タンだね。うん、それぞれ 99.7% 充電されてる。うん、そんな感じですね。今日はだって電気使ったのって言えばもう炊飯器ぐらいだもんね。うん、まあ朝一のブルーティーのポータブル電源が 88% の状態で、挿したんですよね、うん、サブバッテリーに、うん、だけども出発する前には 100% になってて、うん、でその間もソーラーで常にサブバッテリーに電気が供給されてる状態、うん、でそれプラスポータブル冷蔵庫を挿してる状態。ああ、そっか、ポータブル冷蔵庫も使ったもんね。うん、走行充電とソーラー発電で、うん、もう全然補えてて、うん、ポータブル電源も消費しながら、うん、サブバッテリーも消費してるんだけど、うん、移動の走行充電とソーラーの発電でもう全然補えて、うん、今5時50分、うん、お家に帰ってきたんですけど、うん、もうほぼ全部満タンっていう感じですね、うん、はい。だからまあちょっとした車中泊とか、うん、まあ一泊、まあ連泊でも行けるかもしれないね。まあ、どの程度電気を消費するか、うん、今日昼に使った炊飯器は消費電力が定格210ワットだったんですよね、うん、それがまあ約20分で炊き上がるってことだったので、まあ、そんなでも消費しないね、うん、そこまで、うん、それを考えると本当に 2,3 泊しても何も問題ないっていう感じだとは思います。うん、天気にも夜ですね。そうそうそう、左右されるけどっていうことだよね、うん、そう。で、一応今日は釣りに行って、うんうん、釣れたらラッキーかなっていう。そう、まあ、ね、一応イカがいるかどうか見に行っただけです。別に釣ろうとは思ってないです。いた、うん、いた。こんぐらいのイカがいて、うん、胴体まで入れるとこんぐらい、まあ500-600グラムぐらい。そんなにでかかった？いや、結構でかかったよ。マジ？うん、結構でかかった、うん、まあ、いたはいたけど、うん、見向きもしなかったっていうことでね。でもこのでかいサイズがあんだけ浅いところにいるってことは、多分もう産卵が終わって死ぬやつかな。あ、取るよね。あんなに大きいのが浅いところってなかなかいないもんね。うん、
本当だって今のイカってもうこんなんだから。ああそうなんだ、うん、大きくてもこんなんとか、うん、まあ季節外れのがいるけどたまにはなんかもうちょっとあと 1、2ヶ月、うん、まあやっぱり秋イカっていうぐらいだからね。そうだよね、うん、はい、ということでですね、4回にわたってレノジーさんのサブバッテリーシステムですね、うん、紹介したわけなんですけど、はい、まあ、今日ですね、まあ実際に使ってみて、うん、まあ、初めてちゃんと使ったのかな、うん、ね、うん、走りながら、ね、うん、ソーラーで発電しながら使ってみたんですけど、はい、本当にねすごくいいです。ソーラーで発電しながら走行充電しながら、まあ、冷蔵庫とかね、うん、そういうのを常時動かせれるっていうメリットは、まあ、計り知れないんじゃないかなって思います、はい、で、まあ、今後、僕たちもどんどん時間が、まあ、できてくるとは思うんですけど、まあ、また子供がね、うん、そういろいろ子供の用事に合わせてるところがあって、うん、キャンプに行けなかったり、うん、っていうのは、いや、もう子供の用事で行けないっていうか、子供がいるから行けないもんね。うん、まあそう、ね、そうなんですよね。スケジュールだから子供に合わせるところがあるから、そうそうそう、まあ、なかなか行けなくて、うん、そうです、うん、だって春以降行ってないんじゃない。行ってない、ね、うん、どうしてもこの送迎をしないといけないから、そうそうそう、やっぱり縛られるんですよね。そうなんですよ、この時間内で何かしようとかってなるから、うん、どうしてもタイムリミットがあったりとか、この時間からしか行けないとか、うん、っていうのがあるので、まあ、これ2学期以降からはちょっと少し自由になるのかなっていう感じになります、うん、はいはい、今年の冬ぐらいはもうちょっと楽しみになってます。そうだね、ね、もう今年はちょっと多めに行きたいな、うん、車中泊とかキャンプとか、車中泊キャンプですね、うんうん、いろんなところを巡りたい、うん、そうそうそう、うん、まあ今後はまたこの作ったサブバッテリーをフル活用しながら、はい、アウトドアを楽しんでいこうかなと思います。まあ、車中泊、キャンプ、魚釣りかな、うん、そうだね、まあ、炊飯器も買ったんで、うん、あ、炊飯器めっちゃいい、やっぱ、ね、めっちゃ良かった、ね、4600円ぐらいだったんですけど、うん、すごい高くて渋ってた、うん、そうそうそう、高いじゃん。いや渋るよね、やっぱ、うん、でもやっぱあると便利、便利、ね、うん、それは良かった。はい、それでは今回の動画が良かったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. We just had one of those things. Ooh. I guess I'm